皆さんこんにちは。今日はですね、株主優待券をご紹介したいと思います。まずはね、吉野家、これはもう何回か使ってますので、あれなんですが、300円券が10枚入ってました。それからこれが松屋フーズ、でもね、10枚入ってるんですけど、何を選んでもいいというのが10枚入ってますね。何を使ってもいいのが10枚だから、これが300円が10枚よりかはこちらの方がお得ですね。で、ブックオフホールディングス、これが100円券がね、20枚で2000円分です。はい、お釣りが出ないからね、細かく切ってるんですね。で、今日来たのがシダックス、2000券が、5枚なので2500円あります。はい、このような感じでね、今月もまた食事はタダでやっていけると思います。あと他にはですね、オリエンタルランドが来ました。これはディズニーランドのパスポートで、もうちょっと人にあげちゃったんですけどね、8000円ぐらいのものらしいです。で、まあ、株価がねかなり上がってまして、6000円高かったのが、ね、1万4000円だったんでね、80万増えました。含み益がね、これはいいですね。はい、スカイラークはまだね、来てないです。はい、あとセントラスポーツ、これがね、年2回来るんですけど、3回の3日分のですね、優勝券いただきました。はい、あとラウンド1ももらってます。はい、これはね、4000円かな。はい、それからね、今月来たのは、あとはね、載ってないですけど、ちょっとね、これ載ってない、ちょっと売却しちゃったんであれなんですけどね、ライドオンエクスプレス、銀の皿から、2500円分のお食事券が来ました。はい、一番高価なのはね、これかな、オリエンタルランドかな、これが一番高価だったですね。ちょっと遊園地行かないんで上げちゃいましたけど、はい、でこんな感じでね、優待券生活ね、です。